先日、松本に行ってきたの。お、では松本城を見てきたか？見たわよ。日本アルプスを背景にした黒い天守閣、綺麗だったわ。さすが国宝の風格だろ。で、その時に知ったんだけど、松本城を築いたのは石川数正だったのね。そうだぞ。家康の懐刀と言われた石川数正築城だ。数正って、豊臣家に出奔してしまうわよね。そうだ。この石川数正出奔事件は、戦国時代のミステリーの一つだ。なぜ、家康を裏切ったのかな？やはり秀吉の金の魅力に負けたのかな？それも考え方の一つだが、私は別の考え方なんだ。数正は家康を助けるために、家康を裏切るしかなかったと思っているんだ。何その哲学的な見方は。興味あるわね。では、私が考える石川数正出奔事件について語っていこうか。ゆっくりしていってね。まず、お前は石川数正については、どのようなイメージを持っている？そうね。大河ドラマどうする家康で松重豊さんが演じているということかしら？つまり、あまり知らないということだな。わかった。石川数正は、家康が最も頼りにしていた重臣だ。そういえば、さっき家康の懐刀と言っていたわね。そうだ。数正は、家康が今川家の人質時代から仕えていた。家康の8歳から9歳くらい年長だった。家康にとって頼りになる兄のような存在だったと言えるかもしれないな。周りに心許せる人が少ない家康にとっては、存在は大きかったでしょうね。そして、家康が三河に復帰後は、数正は信長との同盟締結に向けて奔走する。家康の使者として、信長と交渉しているんだ。この時から、家康の外交を引き受けていたんだな。まだ力の弱い徳川家は外交に活路を見出さないといけなかったから、数正の責任は重大よね。そして、数正が挙げた外交上の主君は、今川家に残された家康の正妻築山殿と、嫡男信康の奪還だ。大河ドラマでは、服部半蔵が暗躍していたけど、実際には、数正の外交が功を奏したんだ。数正はまず、今川家重臣、宇土の長照を攻め、長照の子供二人を捕らえたんだ。その上で、人質交換で家康の妻子の奪還に成功したんだ。今川氏真は、その条件を飲んだのね。今川家は義元が死んでから動揺していた。家臣の離反を防ぐためにも、重臣の身内を見殺しにできなかったんだな。そこを見透かした数正の外交の巧みさだ。できる男ね、石川数正。そして、忠義にも熱い男だったんだ。数正は一向宗を信仰していたんだが、家康の三大危機の一つである三河一向一揆では、数正は家康を助けるために浄土宗に改宗して一揆勢と戦うことを選んだんだ。信仰よりも主君を選ぶ。何それ、かっこいいわね。単に優秀な外交官だけでなく、戦働き槍働きも家中随一だった。文武両道の名将で、徳川家になくてはならぬ存在だったんだ。困った時には、石川数正、のび太にとってのドラえもんのような存在だったのね。他にも優秀な家臣がいたので、さすがにドラえもんのように頼りきりではないだろうが、家康も数正がいれば心強かったのは確かだろうな。重臣筆頭とも言える存在だったのね。そうだろうな。この頃、家康は家臣団を三つに分けていた。東三河衆、西三河衆、旗本の三軍だ。このうち、旗本は旗本先手役と馬回り衆に分かれていた。数正は馬回り衆の筆頭だった。旗本って親衛隊のような存在よね。側近中の側近だったのね。さらに、数正はその後、西三河衆も預けられているんだ。家康からの信頼の厚さが分かるだろう。外交だけでなく、軍事も数正なくして成り立たないわね。だから、数正は家康の関わった戦いのほとんど全てに出陣している。1570年に起きた浅井朝倉軍との一大決戦姉川の戦いでは、数に勝る朝倉軍を撃破する戦いに貢献した。1572年の三方ヶ原の戦い、1575年の長篠の戦いなど、重要な戦いには必ず数正も出陣しているんだ。だからこそ、なぜ家康を裏切ったのかわからないのよね。まあな。そこがミステリーの要素なんだろうな。今さら金になびくような人物とも思えないしな。そうなのよね。しかも、鉄の結束を誇った家康家臣団の筆頭だからこそ余計に理解できないの。これは私の試験だが、数正が世の中が見えすぎたための悲劇だと思っているんだ。見えすぎたための悲劇って何？順を追って話をしていこう。まず、出奔事件のきっかけは本能寺の変だ。
本能寺の変がきっかけなの？話が見えないわね。まあ、落ち着け。本能寺の変によって、羽柴秀吉が覇権を握っていくわけだ。そして、家康とも交渉の必要性も生じていくだろう。当然、秀吉との交渉の窓口は数正になる。経歴からしても当然よね。数正と秀吉が最初に面識を得たのは、秀吉が賤ヶ岳の戦いで勝利した時だ。戦勝の祝いの使者として秀吉と面会したのが数正だ。その席で数正に目をつけたのね。そうだろうな。徳川家の全てを知る男だ。数正を懐柔できれば、次に強敵になる家康の勢力を削ることができると踏んだだろう。でも、数正はなびかないでしょ？秀吉にとって、なびくかどうかは二の次だ。家中に動揺を起こさせればいいんだからな。その恒例が、織田信雄の家老への接し方だった。どういう話なの？織田信雄の家中は、優秀な三人の家老がいたんだ。この三人が、信雄を補佐しているうちは侮れなかった。だから、秀吉は交渉に来た三人を接待付けにして、周囲に彼らの優秀さを吹聴した。いい話じゃないの。天下人からの評価なら鼻高々じゃないの？よく考えろ。織田信雄は、秀吉と緊張関係にあった。その相手から甘い汁を飲まされている三人を他の家臣はどう見ると思う？裏切り者？そう見られても不思議じゃないだろ。その上で、秀吉と戦うのは、織田家にとって不利だ。だから秀吉との戦いに家老は反対するだろ。でも、三家老が心から織田家を思って戦闘回避を訴えても、周囲は秀吉に取り込まれたから反対しているように見える。うわ、そういうことなのね。結果として、信雄は三家老を裏切り者とみなして切り殺してしまうんだ。秀吉の狡猾さがわかるわ。この三家老の立場に数正は立ってしまったわけだ。しかも、家康は小牧長久手の戦いで、実際の戦闘では秀吉軍を破っている。秀吉にとっては最大の脅威になったのだから、余計に徳川家弱体化を狙っていくだろう。確かにそうよね。小牧長久手は膠着状態に陥っていた。そして、秀吉は信雄と和睦するという鬼手を打って、戦を終わらせた。その後の和睦交渉は数正の出番になる。ここで三家老と同じように数正と対するのね。そうだな。まずは、数正を接待付けにする。その上で、数正は秀吉に通じているという噂を流す。さらには、秀吉側から家康に派遣する使者には、秀吉から数正を見習えと言われた。数正の陣羽織をいただきたいと言わせるんだ。そうすると、家中には数正への疑心が起きる。疑心暗鬼状態よね。この状況を起こしてから、秀吉は家康に人質を要求するんだ。結果として、次男の秀康が送られることになるんだが、徳川家臣団は戦で二度も勝っている相手に人質を送ることには反対する。まあ、これはわかるだろ。確かにね。勝っているのに、なぜ不利な条件を飲まねばならないのかと怒るわね。しかし、数正は見える男だった。実際に今までは勝っても、国力は秀吉の方が桁違いに上だ。家康は5カ国だが、秀吉は西国中心に20カ国近くを領している。長期戦では勝てないのが見えている。交渉としては、まとめ時ではあるのね。でも、数正が意見を述べても、他の家臣は数正が寝返っているから、人質を送ろうとしているんだと取るだろう。うわ、悲しいわね。数正の本想と家康の理解もあったからこの和睦は成立したが、秀吉はさらに家康に心中を誓うように要求していくんだ。この状況では、徳川家臣団が納得しないわよね。だろう。このままでは、秀吉と家康の激突必至と思われた矢先に、数正は出奔して、秀吉の元に走るんだ。数正にとっては、胃に穴が開くほどのストレスだったと思うわね。嫌になったのかもね。そうかもしれないが、私は数正が秀吉と家康が激突するのを防ぐために出奔したと思うんだ。どういう理屈なの？数正の出奔が、徳川家臣団が秀吉との戦いを諦める理由になるだろ？徳川家の軍事や外交を司っていた数正の出奔は、徳川家の機密が秀吉に筒抜けになったことを意味する。徳川家臣団が秀吉に対して有利になっていた局地戦でも、勝てなくなったことを意味するんだ。それでは、徳川家の敗北必至だわ。だから、家康にとっても秀吉に心中するしかないという理屈が生まれるわけだ。その見解の正しさは歴史が証明してるだろ？関八州を領した北条家がどのような最後を迎えた？秀吉になすすべなく滅んだわね。
もし、数正の出奔がなければ、家康も同様の末路を辿った可能性が高い。数正は自身が泥をかぶることで家康を守ったと思っているんだ。武士にとって名誉は大切なのに、その名誉を捨ててまで主君を助けようとしたというのね。主君と共に戦い死ぬだけが忠義ではないと言えるんじゃないかな。ま、あくまで試験だがな。そして、裏切ったとされる数正だけど、その後はどうなったの？秀吉から松本10万石を与えられるけど、今度は豊臣家家臣からは家康の患者ではないかと疑われ、中枢に関わることはなかったんだ。その能力を飼い殺しされることになった。数正もまた、悲しい人生を歩むことになったのね。そうした視点で松本城を見ると、私はこう思うんだ。数正は自らを泥をかぶった姿を黒に見立てて天守閣を建てたのではないかと。そして、背後の日本アルプスに降る雪こそが、純白の数正の心を表しているのではないかとな。わ、かっこいい視点ね。また松本に行くならば、そうした数正の隠されたメッセージを感じてみてはどうかな。また松本に行かないといけないわね。山賊焼きも食べなかったので、悔いが残っているのよね。お前は、そっちの方が理由としては強いんだろうな。だって、山賊焼きって、鳥の一枚肉をあげてて大きくて、おそが食べすぎて、そっちを食べられなかったのよ。水が美味しいから、食べ物も美味しいからな。理由はどうあれ、今度松本に行くなら一緒に行こうか。わかったわ。じゃ、来週に行こう。気が早いな。まあ、いいか。久しぶりに松本城を見に行こうか。待ってろ山賊、成敗してやるわ。帰り討ちにあって胃もたれはしないようにな。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。